Hey Tube, welcome to my channel. 皆さんこんにちは、柳瀬アビーです、今日紹介するのはね、こちら。はい、HG ジムインターセプトカスタムフェローブースター装備です、なんでね、今日こちらを紹介するのかと言いますと、この間紹介したこちらのガンダムにね、このフェローブースターを装備したいなと思って棚から下ろしてきました。オリジンってなんか結構互換性があって、まあ、なんか同じオリジンシリーズだと無改造でこう装備できちゃったりするんですよね。ゴルベットブースターっていうのは知っていたんだけど、これはまあそれの宇宙用って感じなのかな。というわけで、今日はですねこれを組んでいきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ってわけで完成しました。付属品はこちらになります。まず本体のジムインターセプトカスタム、フェローブースター、シールが2枚、ビームサーベルのエフェクトパーツ、ビームスプレーガン、そしてハンドパーツです。顔のバイザー以外は前紹介したガードカスタムと一緒かな。それでは装備の方していきたいと思います。モールドが多くて情報量も多いし、今回バーニアがねリアルですね。スペースシャトルのバーニアみたい。最初にも言ったんですけど、これはガンダムのために購入したようなものなので、早速ガンダムに取り付けていきたいと思います。バックパックはね似てるんですけど微妙に違うんですよね。そのせいかね干渉して装備することができないんですよ。なのでバックパックをね交換しちゃいます。肩のバルカンは少し干渉するのでこれも外しちゃいます。じゃじゃーん、結構違和感ない。カラーリング的にリアルカラーだったらもっと合いそうな気がする。フェローブースターって追撃用に開発されたものらしくて、逃げてもどこまでも追ってくるガンダムって感じですかね。これだけ大型のブースターついていたらかなりスピード上がるんじゃないかな。しかもガンダムだし。よし、ジムさんからこのブースターはもらって、ジムさんは封印します。はい、というわけで以上がジムインターセプトカスタムフェローブースターの紹介でした。というわけで本日の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは See you next time. Bye。最後まで見てくれてありがとう。よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ベルボタンを押すと新着動画の通知がいくので、よかったら押してね。 Twitter では YouTube では見られない裏側やイベント情報などを載せてるのでチェックしてみてください。アビー日和では私の日常などをアップしてるので、よかったら覗きに来てね。